久保さん、いいんじゃないですか自炊。あのね、小野沢さんはね、全く自炊してないですね。僕びっくりしたのが、小野沢さんの家に入ったんですよ。そしたら、お皿が2個置いてあったんですよ。お皿が2個。で、あの、話を聞くと、オブジェらしいです <laughs> そのテーブルに何も置いてないと、さ、あの、殺風景だから、オブジェとしてお皿を置いてると。 でも自炊ほとんどしてないっていう。まあでもね、そりゃそうですよ。東京はね、ほんと歩くたびに30軒ぐらいね、お店あるんで飲食店。<laughs> あれ、歩きながらねちょ、びっくりしましたね。あ、こんなにお店あんだみたいな。まあ鹿児島だとね、あのー、国道行かないと、まあお店ないので、 ま、国道まで行くのに歩いて、僕のところからだと20分、30分かなちょっと大通りの国道みたいな。国道、うん、まあ、ちょっとね。あの、車が走るようなところ。東京すごいな、みたいなね。家から、だって、小野沢さんの家は、家から、あの、出て、5秒ぐらいでコンビニあるんですよ。5秒。ほん、いや、ほんと5秒です。持ってなくて。まあ、まあ、マンションがあって、目の前にコンビニがあるんで、 うん横断歩道は渡る時間5秒10秒か <laughs> すごいっすよ、うん、であとなんかあのー、もう全部頼んでるみたいなねで今回はねまあ,あの僕はすみません自炊するし多分お金を稼いまあすげえねあのお金か稼いでも自炊するだろうしまあ今一般の人よりかはまあ手取り14万の人よりかは収入ありますしまあそれでも自炊するし固定費も上げないし あのー、まあそんな感じで僕はねやるんですけども以前ねあのー、女社長の話にしびれたんですけどその女社長はあの全然掃除とかできないんですよで掃除もできないし洗濯とかその、まあ、自炊ももちろんできないしも何もできないですで、まあ、ある時ね会食してた時に、まあ、その女社長が言ってたんですけど会食じゃないな な,なんかでこう話してる時に言ってたんですけど、あ、そうだ。なんだろうな、その、う当時僕が東京まで通勤してた時の話が出て、グリーン車で通勤すればいいじゃんみたいな話になったわけですよ。で、あの、まあ、僕普通で全然いいですみたいな。で、なんかそこの話から、その、なんかその、 女社長の考え方をね、こうシェアしてくれたんですけど、私はもう何もできないから、全部家政婦さんを雇って、全部丸投げしてると。でも、高いとは思わないと。なんでかっていうと、その時間をね、ビジネスの、ビジネスを考える時間に当てて、まあ確かに家政婦を雇うのにお金はかかる。自分でやればただだけども、家政婦を雇ったらまあ全部やってくれると。でも、そのお金はかかると。ただ、時間はできると。 で、この時間を使ってね、ビジネスのスキームを考えたりとか、新しいなんだ、あのー、やるべきこととか考えたりとか、やる時間に当てれば、そっちの方が倍稼げるよね、みたいな話をしてて。なるほど、そういう考え方あるなと。だ僕、掃除も自炊も全部自分でするんですよ。洗濯とかも全部自分でするので、なるほどね、と。確かにまあ言われてみると、そういう考え方あるなと思いまして、それはちょっと痺れましたね。 だから時間をお金で買うみたいな感じですよね。で、僕自身も、まあ身の回りのことは全部自分でするんだけども、税の問題ですね。税金に関しては、もう税理士さんに全部丸投げしてます。僕がやってることは、領収書をただ送るだけですね。あの税理士さんに。で、あとなんか、ちょっと相談するとか、これ、これで経費落ちるんですかとか、これ、あの、なんだ、あの、挑戦の時に、 あの、どうしますかみたいな、なんかそういう話だったりとか、ちょっとするだけで、まあ、全部丸投げですね。全部やってくれるんで。うん。ななんかね、あのー、できることは、僕の場合はできることは全部自分でやる。だけど、これは時間かかるなと。今から税の勉強をして、まあ、一人でね、青色申告、確定申告するってなったら、久保さんもちょっと出てましたけど、領収書を全部まとめないといけないんですよ。 で、全部まとめて全部こうやっていかないといけないので、超大変なんですよね。僕はそれ嫌なんで、まあ、そこはお金払って、だから、まあ、あと、社労士さんか。社労士さんと税理士さんに、これはお金は、毎月払ってるんですけど、えっ、ー、と、2万7千円ぐらいですかね。まあ、約3万ぐらい払ってるんで、年間で30万ぐらいですか払ってますよ。うん。まあ、確かに年間30万で10年で300万ぐらいじゃないですか。もう400万近いですけど。 でもそれをね覚えなくていいので何だ,だろうな自分の中でこれはやろう自分でやろうとでもこれは丸投げっていうのはあるんですよねうんでもお金がないとねいやこれね裏話するとその税理士さんに関してもやっぱその借金がある状態でその税理士の契約って結構重かったんですよね年間はまあねそれぐらいの金額になりますからうんみたいなね ちょっと腰が重かったんですけど、いろいろ考えても、でもここは必要経費だと思って払いましたけど。うーん、まあ腰重かったですね。でも、まあ僕は腰が重くても払えたんですよ。でもこれお金がなかったら、もう何の選択もできないんですよ。要は時間を買うことができないんですよね。で、時間を買うことができなかったらどうするかっていうと、 結局そのお金を稼ぐために自分が時間は提供しないといけないんですよ。まあ労働時間ってやつですよね。アルバイトとかが一番わかりやすいと思いますけど、時給いくらみたいなね。だお金がないと結局自分の命の時間を差し出さないといけないんですよ。でもお金があると逆に言うとお金払って自分の時間増やせるんですよ。こ,っこれってすごいことじゃないですか。だから早くお金を持ってお金を何に使うか、それによって時間を変えるし、いろんなものを選択できるわけですよ。 うん、だから申し訳ないですけど、手取り14万だとその選択が非常に少なくなってしまう。で、買える時間も買えなくなるってことですね。うん、まあ、あとはなんだろうな。うーん、まあ、移動でもそうじゃないですか。移動でも僕は車でも行けるし、新幹線でも行けるし、飛行機でも行けるし、バスでも全部、全部行けます。全部の手段を取れます。全部の手段をね。 でもこれお金手取り14万だったら多分全部の手段取れないと思うんですよ。多分。全部の手段でしょ。だから特に車なんか取れないですよ。だって、まあ電気自動車だとかだったらちょっと別枠になっちゃいますけど、まあ僕の車でもし例えるならばガソリン代クソ高いので廃屋ね。今どんどん廃屋も値上がってるので、まあ久保さんのセルシオも満タンに入れたら多分9000円とかするんじゃないですか。 うん、これね、車の方がね、高いんですよ。だからジェットスターとかね、鹿児島東京間3900円とかなんですよ。久保さん。<laughs> これクソ安いんですよね。でも、その3900円も手取り14万だとね、まず手取り14万ってことは多分自分の時間をこう、なんだ、提供してるので、うんその飛行機で移動する時間を取れないっていうね。僕は好きな時に、好きな日に、 そのジェットスター取れるんで、安い日、高い日あるんですけど、安い日全部取れるんですよ。時間あるんで。でもこれ時間を提供していると、そのね、休みの日もね、会社が決めた日しか取れないじゃないですか。うん、だから僕はその自由人になって思ったのが、あの、みんなやっぱ損してるなっていうのがすごく感じましたね。なぜならば、ホテルとかも、 みんなさ、例えば土日休みとかあるじゃないですか。で、土日に一挙集中するわけですよ。で、その交通機関もね、渋滞するし、こう時間ロスですよ。で、しかもホテルも土日高いんですよ。平日の方が安いに決まってますよね、それはね。<laughs> だからこれ自負人になると、全部の上で経費削減できるし、時間コストもか,あのかかんなくなるわけですよ。だって、空いてる日に移動できるんで、いつでも移動できるんですよ。でも、 時間を提供している側、労働時間を提供している側だと、これね、時間がどん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 制約されるし、しかも給料も安いと。うん。だから今なんだ、アメリカでなんだ、ファイヤーだったかな早期リタイアみたいな。うん、なんかそういう言葉がすごく流行ってて、日本にも降りてきてるらしいんですけど、あのー、まあね、久保さんは <laughs>、 隠 <laughs> 居。ね、ファイヤーではなく、隠居ですから、隠居。隠居会は、隠居にするとね、自由ですよね、久保さんって。<laughs> 久保さんっ僕は久保さんほど自由ではないですけども、あのまあ、商品、やるべきことはやっていかないといけないんですけど、ただ、場所を選ばないんですよね。どこでも仕事できるので、場所も時間も選ばない。どこでも仕事ができる。で、さらに収入も高いし、時間の制約もないし、時間も、 あのサラリーマンの方より圧倒的に時間がある。まあ動画の方、動画の方をね、結構やってる方だとは思いますけど、これ時間があるからできるっていうのもあるんですよ。いつでも。久保さんとのやりとりも僕がサラリーマンで昔、まあ昔の会社でもし働いてたらこんなやりとりできないですよ。これ本当に無理です。だって会社の仕事がありますから。で、終わるのは深夜何時とかで泊まり込みしてるので、そこから久保さんのリレーなんかできないですよ。それどころじゃないですよ。 ただそもそもこれ商品もう売り、売ってますからね。もう終わってるので。億万長者合宿ってもう終わってますからね、セールス。いや、マジで。これセールス終わってるのは何のためにやってんのみたいな。もはやもうこれね、久保さんと僕の趣味なんですよ。ね、久保さん趣味でしょもう,もう <laughs>、うん、だから、それできないですよ。普通だったら。うん、僕、前の会社で久保さんとのやってたら、ぶち殺されますよ、多分。お前何意味あんねえことに時間使ってんだみたいなね。 1>, <laughs> 1円にも、まあね、まあ久保さんとなんかね、ここでまたなんか定期的にそのローンチでなんか商品売ってって売り上げ何百万何千万上げてるんだったらいいんですけど、もう一発で終わりなんで、そっからもう2年経ってるわけですよ。うん。まあ会社の上の人から見たら、お前ら何やってんだって話、お前何やってんだって話で。うーん。こんなんできないですから。でもこれできるという選択ができるのも僕が自由だからですよ。 うんだから早く、やっぱその、労働時間を差し出す側から、あのー、なんだ、労働時間を差し出さない側、もはやお金を払って労働してもらう側になった方が、時間は増えます。だから僕は一つ、まあ、ほとんど自分でやってる部分あるんだけども、その、税理士とか社労士さんですよね。そこには金払ってるんで。 ね、もうそれ全部自分でやるんだら確定申告とか超大変ですよ、多分。青色申告とかね、一人でやったら。もう、もうねあ、頭悪いし、馬鹿だし。<laughs> 多分もう、やけ、死んじゃいますね、多分。あれをゼロから。まあ、覚えればね、できないことはないと思いますけど。まあ、あとその、会社作るときも、定款ですよね。定款作るのも自分でやろうと思えばで,できるんですよ。でもそれも全部丸投げです。だからちょっと打ち合わせして、2、3時間打ち合わせして全部丸投げで、で、もう、あの、大きく狩みたいな。 もう終わりですね。<laughs> 全部やってくれてる。書類も全部ね。あとなんか言ってくれたりとか、提出してくれたりとか、全部やってくれるんで。あれ本当自分でやるんだって自分でやらないといけないですからね。そう。だからまあ、自分ができる範囲のことはやっぱ自分でまずはやる、やっていく。で、お金が、で、稼げるようになればね、まあ、そのお金を使って時間を買うっていうこともできるだろうし。だからまあ、手取り14万なのに僕はそのコンビニでね、飯買ってるとかね。 なんか自動販売機でジュース買ってるとかだったら、いや、それは論外じゃないかなと。収入少ないのにえ節、節税というかね、収入が少ないのに経費を削減しないでもね、結構ね、久保さん、どうすかね、手取り少ない人に限って結構無駄,ず無駄遣いというか、なんか安く買えるけど、なんか買っちゃってるっていう人多いと思いますよ。昔ね、僕の鹿児島合宿来た人のお客さんで、 ちょっと衝撃なことを言われまして、吉野さん、自炊って安いんですかみたいに言われまして。<laughs> え、どう考えても自炊の方が安いでしょうと。だから多分自炊したことないんでしょうね。だからスーパーで仕入れをしたことがないんでしょうね。で、自分でご飯炊いて仕入れしたりとか、その野菜とか仕入れて作った経験がないんでしょうね。その、その人は多分自分でなんか色々となんかあの自炊してないって言ってたんで、どっか飯食いに行くっていう。いや、これ絶対安いですからね、自炊の方が。 絶対安いですよ、自炊の方が。それは当たり前ですよね。それは当たり前ですよ。ただし、食材をね、超高いの買ったらわかんないですよ。例外として食材をね、なんか10倍の価格の食材を買うとかだったらちょっとわかんないですけども、まあ普通にスーパーで今日の特価品とか買ってれば、うん、安いですよ。うん、ほうれん草98円とかね、小松菜78円とかね、うーん、なんだ。 まあそういうの買っとけば <laughs> 安いですよ。うん。で、あとしかもその別にそれ食材を2日とか使えるわけじゃないですか。でも飯屋、定食屋行ったらもう1回でいくらじゃないですか。で、そもそも定食屋のその600円とか500円とかのお金っていうのはそこに人件費だったり店舗代も全部入ってるわけですよ。ね。でも自分でやればお金ね、人件費とかないわけじゃないですか。自分なんだから。うーん。 だから、まずは、あのー、まあ、僕も男飯っていうね、まあ、料理動画。何個作ってんだ男飯。もう100本くらい作ってると思うんですけど。男飯158本作ってますね。シリーズであるんですけど。これ、自炊でね、チャーハン作ったりとかしてる動画なんですけど。でね、一回事例をご紹介すると、あのー、仙台かな仙台でセミナーした時に、あのー、セミナーさん、セミナー、 あ始まる前にお客さんに聞いたわけですよ。今日何が聞きたいですかみたいな。で、もちろんネットビジネスのセミナーをするわけなんだけども、何が聞きたいですかっていう質問をしたんですけど、ある一人のね、女性の方がこういうわけですよ。いや、今日私聞くことないですと。え、聞くことないのになんでセミナー参加したんですかみたいな。有料ですよ。無料セミナーじゃないですよ。有料ですよ。 でなんで金払ってまでその聞きたくないのになんで来てるんですかみたいな聞いたわけですよねでそしたらその女性の方が言ってたのがいやただ会いに来たんですとでなんで会いに来たかっていうとその男飯を全部見ましたとでファンになったんでとりあえず生吉谷を見たくて来ましたとあマジっすかありがとうございますっていう僕はその経験がすごく印象深くてあ料理動画でもね 料理動画でもネットビジネスのセミナーは金払うんだみたいな。も <laughs> う、まあ、その人からすると趣旨は違うんですよ。別にネットビジネスさんの話を聞きたいわけじゃないんだけど、名前を下にを見たいっていう、その、変わってるだけなんですけど、ただ、僕がやってるのはネットビジネスのセミナーなわけですよ。だから普通だったら、そこでノウハウ聞きたいとかね、稼ぎたいから来るとか、まあ、それがベターじゃないですか。ではなく、あ、違ったアプローチ方法があるんだなっていうところは、それもう本当現場レベルで実体験で僕はね、すげえなと思いましたね。 で、そ、だからもう男飯なんか5年ぐらい続けてますからね。シリーズとして。まあ、更新頻度は少ないですけども、もう150本以上撮ってますよ。だからあれは東京にいた時から始めたんですけど。そう。で、料理動画は、まあ一番回ってるので、あの、多分ね、男飯で一番回ってるので、4000回ぐらい回ってるやつもあるんですよ、僕。 多分ね一番初期のやつとかは結構回って野菜炒めの作り方だったかな。結構回ってるのがありますね。一番初期。まあこれね、昔はね、料理動画って、あのーまあ、まあ今はね、YouTuber の方いっぱいいるんで、あのー、あれでしたけど、その料理作ってる動画もたくさんあるんで、 昔はね、料理動画ってそんななかったんですよ。YouTube でその料理。だから僕は、これね、野菜炒めの作り方が3600回。お味噌汁、久保さん。お味噌汁の作り方。これもね、まあ絶対、あの、な、お味噌汁って、多分なくならないですよね。お味噌汁なくなる可能性ありますよ。絶対ないですね。日本からお味噌汁がなくなるってことは。で、お味噌汁の作り方っていうのはね、これ1100回です。でも僕、プロじゃないですよ。 でこれもあと、豚汁の作り方、これ1300回と。あ、豚汁か。豚汁の作り方三1394回。はい。あ、はやしライスの作り方千4161。オムライスの作り方千1160とかね。結構回してませんこれ。うん。そう。だ昔はね、その本当ライバルいなかったんで、その今は結構ライバルいるんでね。じゃあこれだけ回せるかっていうとわかんないです。 昔本当ライバルいなかったんで、あの、本当に SEO 的にも料理動画撮ると上位に上がるんで、このオムライスの作り方とか、これなんだっけな林ライスの作り方か。これ4000回ぐらい回ってて、あの、当時その検索、YouTube で検索林ライス作り方で検索すると、僕がトップ3ぐらいに入ってるんですよ。で、上とかプロの人が作ってたりとかするんだけど、下の方もね。なんか素人ね、僕の動画がね、上位に表示されてるんですよ。 <laughs> まあ、ライバル少なかったんで。うん。でも、今はライバルは多いと言っても、やらないよりかは、やった方がいいですよね。だって、自炊取ってるだけですよ。まあ、経費も削減できるし、アクセスも稼げるし、こう、一石何鳥にもなるわけですよ。うん。ん。僕はこの男飯は多分、永遠に続けますけどね。料理系の動画は、本当にもう、うん、鉄板という、鉄板というか、なんだろうな。 消えないので、だご飯を食う、ご飯を作るという行為が多分この世からなくならないんですよ。もう永遠不滅です。お味噌汁の作り方、まあ知ってる人はね、そんなの知ってるよってなるかもしれないけど、知らない人にとってはお味噌汁の作り方どう作るのっていう悩みが常に浮上してるんですよ。すべての料理、例えば、まあベターですけども、うん、なんやあの、肉じゃがですよね。 よく、定番の。で、肉じゃが作りたいと思ったら、肉じゃが作れない初心者がたくさん出てくるわけですよ。これからも。生まれたばっかの赤ちゃん、肉じゃがの作り方わかんないですよ。わかりますだから、じゃあ、肉じゃがどうやって作るんだろうって YouTube で調べたりするわけですよ。今はね。まあ、今、クックパッドももちろんあるんだけども、YouTube でね動画で見たいっていう人もいるので。こうほんと、料理動画はね、もうマジで永遠不滅ですからね。超いいですよ。 経費も削減できるしあの、料理の腕も上がるし、でここ、アクセスも稼げるし、で、商品も売れるわけじゃないですか <laughs>。これめちゃくちゃいいですよね。れやればいいのになと思いますけどね。でもやらないんで、あのー、まあ、いいんですけど。ね、<laughs> なんかそうすると今度料理がね、うまくないとダメとか思うんで、いや、私なんかみたいな。関係ないですよ、そんな。 見せ方ですから、結局は。逆に、その、料理が下手の方が、逆に絵になったりするわけですよ。昔、東京マガジンでね、東京マガジンで、その、まあ、今もあるのか分かんないですけど、もう、ちょっと見てないんで分かんないですよ。あの、ワイドショーの、東京マガジンっていう、その、お昼にやってる、なんかワイドショーみたいなのが、ワイドショーじゃないんですけど、な、なワイドショーなのかななんかあったんですよ、番組が。で、そこで、名物企画として、その、あの、街頭の人にね、料理を作ってもらうってう企画があって、で、女子高生とかにね、 その黒ギャルとか、その懐かしいな。ルーズソックスですね。ルーズソックス自体ですよ。で、そのギャルの子に、ちょっとお米、あの、料理作ってみたいな。でね、お米をね、洗剤で洗ってましたからね。で、逆にそれが受けてるわけですよ。お米を洗剤で洗うみたいな。で、ギャルの子がね、え,え、洗剤で洗うんじゃないのみたいな言ってるわけですよ。でもそれが、その、キャスターの人とか、その、ね、あの、その、スタジオにいる人がツッコミを入れられるわけですよ。ね。 でそれででで絵になにななっっってててるるる番組んんすす盛り上がってるんですよだから下手,下手だからこそその番組が面白みをみんなが綺麗に作れたら面白みなくなっちゃうんでそんな料理しちゃうのみたいなだからその,その名物企画っていうのはとんでもない料理を作るっていうところが結構オチなんですよ で最終的には綺麗に作れましたよっていうのはちょっと映したりするんだけど、部位的のつく使ってるところは全部、え、そんな包丁の使い方とかね、そうやって煮るんですかみたいな。え、米で洗剤洗うのとか、なんかそのね、もう摩訶不思議な調理方法をティーアップするんですよ。なぜならばそれがエンタメ性で面白いからです。だから下手っていうのは面白みを出せるんですよ。でもそれを、 僕は知ってるんで、でも知らない人からすると、いや下、下手、こんな、こんな僕、下手、下手だから、そんな料理動画撮っても、そんな、ね、何も面白くないじゃないですか。それは知らない人ですね。<laughs> それは知らない人ですね。うん。だから、その、貧乏ガール、1万円生活貧乏ガールとかもそうなんですけども、要は、どう見せるかなんです、結局。だから、やっぱ、プロデューサー視点でね、みんな見てないので、 ね、いろんな企画だったり、いろんなコンテンツを。ただ、ぼーっと見てるだけですから。だから、自分が発信する側で考えてないんで、あ、これ使えるなとか、あ、こういう構成の仕方もあるんだ、あ、こういう V の取り方もあるんだとかね。まあ、いっぱい、その、あるじゃないですか。うん。だから、給料明細とかね、テリー・とさんが作った昔、ずっと結構、長年で、ね、今、アメバ TV でもその、給料明細続いてるんですけど。 ね、そのキャバクラの給、キャバ城の給料明細とかね。いろんな人のアンダーグラウンドの給料明細見せていくみたいな。これ面白いですよね。だから手取り14万円の人の給料明細も面白いわけですよ。内訳何みたいな。何引かれて手取り14万なのっていうとこなんですよ。ここに面白みがあるんですよ。わかります何引かれて、基本給いくらで何引かれて手取り14万になってんのかっていう給料明細があれば、それが一つの絵になるわけですよ。わかります うん、そうまあみんななんかねまあそこは分かんないんですかね勉強してないというかまあ自分が発信するっていうことで見てないからかもしんないですけどねまあ何でもできるわけですよでもやらないんですよねうんまあそれは無理ですね脱出できない人へいってらっしゃい